エルバートさんは、北アメリカのロッキー山脈最高峰である。標高は14,440フィートあり、アメリカ合衆国本土では、カリフォルニア州のホイットニー山に次いで、第2位、コロラド州の広報軍ィーナーの中で、第1位、アメリカ合衆国全体では、第14位、サワッチ山脈では、第1位の高さである。コロラド州レーク軍にあり、 レッドビル市からは南西に約10マイル、サンイザベル国有林の中にあり、コロラド州中央にあるツインコに近い。コロラド州の生成期に活躍し、1873年にコロラド準州知事を務めた政治家、サミュエル・ヒット・エルバートからその名が取られた。1874年、ヘ原ン・サーベイのヘンリー・ダブリュース・タックルが初登場を記録した。地形は、 クラスにレベルあるいは A に分類されている。エルバートさんは、ロッキー山脈すべての峰の上に来る、穏やかな巨人と呼ばれる。エルバートさんは、ロッキー山脈最高峰、コロラド州のフォーティーナーの中で、第1位、サワッチ山脈で、第1位の山である。コロラド州霊区群にあり、最も近い、大きな町である、レッドビル市からは南西に、約10マイル。 この町から南に雪をいただいた頂上を見ることができる。隣接するマッシブ山がロッキー山脈第2位の峰であり、アメリカ合衆国本土では第3位になっている。ツインコが近く、デンバー市は東に約130マイル、ベールは北に50マイル、アスペンは西に40マイルに位置している。サンイザベル国有林の中にある。地理的に北のマッシブ山から、 南のラプラタミネまでを含むフォーティーナーに入る。親ピークはカリフォルニア州のホイットニー産である。標高は当初14,433フィートと計測されたが、地図化するときに再評価され14,440フィートとなったが、これが抗議を生むことになった。実際の変更は1988年来たアメリカ標高データの結果として行われた。 最初の数字は1929年海抜データから得られたと考えられる。アメリカ合衆国の中では第14位の高さである。地元の人が近くにあるマッシブ山の頂上に石でケルンを積み上げ、コロラド州の最高峰にしようという試みが行われたが成功しなかった。登録された標高の差は12フィートである。気象は変わりやすく、夏の午後には雷雨が多い。 氷や雪は年間を通じて降る。山頂の激しい雷雨は雑誌サイエンス1894年7月号に報告されるほど注目すべきものと考えられた。6月のエルバートさんエルバートさんはサワッチ山脈に属している。ララミー変動の一部として隆起し、約2800万年前に東のモスキート山脈と分離した。 この山脈の頂部は強く氷河作用を受けており、尖った峰などの特徴を残した。例えば東側の麓は、氷河が退いた時に残したひなり岩と偏成岩が多く、川体積になっている。東側の上部には小さな湖のある大きな建国がある。北側と南側にもターコイズコとツインコという湖があり、集体積の自然ダムで作られたものである。 ただしターコイズコはシュガーローフダムによって作られた。岩石は大半が軽岩である。しかし、頂部の稜線は変成基板岩であり、サキカンブリア時代約17億年前に作られたものである。ペグマタイと変マ岩や結晶変岩の帯など火山性の管理がある。似たような高さの山とは異なり、根雪や北向きの建国がない。これは似たような 高さの山に囲まれ、比較的降水量が少ないことが原因と考えられる。サミュエル・ヒット・エルバート、エルバート山の名前の由来エルバートさんは、コロラド巡州知事サミュエル・ヒット・エルバートの栄誉を称え、鉱山氏が名付けた。エルバートは、ユト族インディアンと1873年9月の条約を結び、インディアン居留地の300万エーカー以上を工業と、 鉄道のために使えるようにした。最初に登場したのは1874年のヘンリー・ W ・スタックルであり、平原サーベイの一部として産地の測量を行った。世界恐慌の後でエルバート山と近くのマッシブ山の高さについて論争が起こった。論争が長引き、マッシブ山の支持者がその高さを上げるために、 頂上に大きな石積みを作ったが、結局はエルバート山の支持者がそれを壊しただけになった。車を使った登頂は1949年のことであり、一台のジープが頂上まで行った。これはスキー場としての可能性を判断するためだった。2014年1月29日、州知事ジョンヒッ必見ルーパーが、 NFL デンバーブロンコスのスーパーボール進出を叩え、一時的にエルバートさんをベートン・マニング・ヤマト解明した。プラタンテラ・ハイパボリア・エルバート山頂は山岳環境にあり、ファセリア・セリシア、ヒメノクシス・グランディ・フロラ、ゼウムロッシーなどの植物が自生している。他にカレクス・アトラタ学名プラタ、サリクス・デザードラム、プラタンテラ・ハイパボリア、タリクトラム・フェンドレリ、 アキレジアカナデンシス、チェノポディウムアルバム、ゲンティアナデトンサ学名、ハリー、ビゲロビアパリーなどが生えている。森林限界より、下は深い森となり、標高が低い斜面は、ロッジポール松、頭皮、アスペン、モミのコンゴーリンになっている。頂部まで登ることが報告されている動物としては、グリズリー、マーモット、ミュールジカ、鳴きウサギ、ホリネズミがおり、また多くの鳥類もいる。 エルク、ライチョウ、七面鳥、マウンテンシープも夏に見られる。北東オネオモナと山道は3ルートあり、どれも標高差は4.100フィート以上ある。標準的なルートは東のコロラドトレイルから始まるものである。4.6マイルある北エルバートトレイルはエルバートクリークキャンプ場近くから始まり、標高差は4500フィートある。この道は乗馬車、マウンテンバイク利用者、 季節により狩猟者も使っている。南エルバートトレールは楽だが5.5マイルと長いルートであり、標高差は4600フィート、北ルートより傾斜が楽であり、南から近づき、東の尾根を登る。最も大変なルートが、ブラッククラウドトレールであり、標高差は5300フィート、10時間、内し14時間を要するクラス2のルートであり、 標高14,134フィートのサウスエルバートも通ることになる。西面からのサウスハーフムーンクリークトレールヘッド、南西尾根からのエコーキャニオントレールヘッドという登山道もある。登山にはそれなりの体力を必要とするものの特別な技量を要せずロッククライミングも必要としない。危険性があるとすれば高山病である。これは山に慣れた人でも起こることがある。 ひどい場合は、高山性排水死あるいは、脳水死を起こし、呼吸困難、麻痺、さらに死に至ることがある。登山者は午前6時より前に出発することが推奨される。普通の登山スタイルはハイキングであるが、雄弁家、アンナ・エリザベス・リキンソンは、アメリカ合衆国政府から借用したラバで登った。ありがとうございます。